上がるんですよ。でも車検所には持ってくんでしょ。持ってきますよ。それで車検取って それがまた一つの快感なんですよ。輪番つけて行く同業ばっかりじゃないですか。何ですかこれって言われるのがもう快感で俺たまらないんです。だから俺この気持ち。ああ、多少わかります。やっぱりプロが多少驚くと、うん、プロがやっぱりあの値段だけじゃなくて、そうです、そうです、何ですかこの車はって言わ、そこなんですよ。そこなんですか。目指してるところ。ポーカーを俺の時は松田のポーターを友達と3人で左端に持ってたんですよ。俺も車検で持ってた時は目立ちましたもんね。ああ、そうでしょうね。輸出しようかいって言われたら、ないですって言って、ポーターが。これは九州仕様ですとか、ああ沼田仕様ですとか言わないと。こうしてみて、はい、やればいいわけですよね。はい、はい、切っていただいて、あ、それだったらあと2枚ぐらい切っていただいて、はい、何プライするつもりです。いやー、2プライでいいっしょ。2プライ、はい、じゃあ1枚2枚3枚ぐらいで、で材料を何種類か変えて、はい、切ってくれ、いいですかね。そうですね。それ叩き壊せば強さ分かりますよね、はい、あとあれ外に置いといて変色の度合いも見ます。変色はいいです。いいですか。塗装かけるんで。あ、そういうことですね、はい、もう一枚、はい、もう一枚、はい、使うんですかそのクロスは。これですか。うん、大体。あ、これが年にっていうか、まだ始めたばっかり。福岡へおるときはこれ年ポリエステルじゃ 強度が出るまで貼るじゃないですか。はい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 。それなら薄く硬くでエポキシの方がいいかなと思うんですよ。はいはいはい、はい、寸法収縮は気になってます。いや、全然なんない。なってない、うん、上がるんですよ。でも車検所には持ってくんでしょ。持ってきますよ。それで車検取って それがまた一つの快感なんですよ。輪番つけて行く同業ばっかりじゃないですか。何ですかこれって言われるのがもう快感で俺たまらないんです。だから俺この気持ち。ああ、多少わかります。やっぱりプロが多少驚くと、うん、プロがやっぱりあの値段だけじゃなくて、そうです、そうです、何ですかこの車はって言わ、そこなんですよ。そこなんですか。目指してるところ。ポーカーおるときは松田のポーターを友達と3人で左端に持ってたんですよ。それも車検で持ってたけど目立ちましたもんね。あ、そうでしょうね。輸出しようかいって言われたら、ないですって言ったポーターが。これは九州仕様ですとか、ああ沼田仕様ですとか言わないと。こうしてみて、はい、やればいいわけですよね、はい、はい、切っていただいて、あ、それだったらあと2枚ぐらい切っていただいて、はい、何プライするつもりです。いやー、2プライでいいっしょ。2プライ、はい、じゃあ1枚2枚3枚ぐらいで、はい、で材料を何種類か変えて、はい、切ってくれ、いいですかね。そうですね。それ叩き壊せば強さ分かりますよね、はい、あとあれ外に置いといて変色の度合いも見ます。変色はいいです。いいですか。塗装かけるんで。あ、そういうことですね、はい、もう一枚、はい、もう一枚、はい、使うんですかそのクロスは。これですか。うん、大体。あ、これが年にっていうか、まだ始めたばっかり。福岡へおるときはこれポリエステルじゃ 強度が出るまで貼るじゃないですか。はい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 。それなら薄く硬くでエポキシの方がいいかなと思うんですよ。はいはいはい、はい、寸法収縮は気になってます。いや、全然なんない。なってない、うん、上がるんですよ。でも車検所には持ってくんでしょ。持ってきますよ。それで車検取って、それがまた一つの快感なんですよ。輪番つけて行く同業ばっかりじゃないですか。
何ですかこれって言われるのがもう快感で俺たまらんだから俺この気持ち、まあ多少わかりますやっぱりプロが多少驚くと、うん、プロがやっぱりあの値段だけじゃなくて、そうです、そうです、何ですかこの車はって言わ、そこなんですよ、そこなんですか、目指してるところポーカー折る時は松田のポーターを友達と3人で左端に走ったんですよそれも車検で持ってた時は目立ちましたもんね。あ、そうでしょうね。輸出しようかいって言われたらないですって言ったポーターがこれは九州仕様ですとか、ああ沼田仕様ですとか言わず起こしてみて、はい、やればいいわけですよね。はい、切っていただいて、あ、それだったらあと2枚ぐらい切っていただいて、はい、何プライするつもりです。いやー、2プライでいいっしょ。2プライ、はい、じゃあ1枚2枚3枚ぐらいで、で材料を何種類か変えて、はい、切ってくれいいですかね。そうですね。それ叩き壊せば強さ分かりますよね、はい、あとあれ外に置いといて変色の度合いも見ます。変色はいいです。いいですか。塗装かけるんで。あ、そういうことですね、はい、もう一枚、はい、もう一枚、はい、使うんですかそのクロスは。これですか。うん、大体。あ、これが年にっていうか、まだ始めたばっかり。福岡におるときはこれ年ポリエステルじゃ 強度が出るまで貼るじゃないですか。はい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 。それなら薄く硬くでエポキシの方がいいかなと思うんですよ。はいはいはい。寸法収縮は気になってます。いや全然なんない。なってない、うん、